はやぶさ2は小惑星探査機、はやぶさの後継機として宇宙航空研究開発機構で開発された小惑星探査機である地球近傍小惑星、リュウグウへの着陸及びサンプルリターンを行った。はやぶさ2という名称は探査機を用いる小惑星探査プロジェクト名にも使われている。2014年12月3日に 種ヶ島宇宙センター大型ロケット発射場から HEA ロケット26号機で打ち上げられた。搭載した回収カプセルは日本時間2020年12月6日に帰還しサンプルリターンに成功した。ハヤブサ2本体は地球を離れ別の小惑星へ向かう拡張ミッションに移行した。世界で初めて小惑星の物質を持ち帰ることに成功した探査機。 はやぶさの後継機で初号機が小惑星往復に初めて挑んだ実験機だったのに対し有機物や水のある小惑星を探査して生命誕生の謎を解明するという科学的成果を上げるための初の実用機として開発された。基本設計は初代はやぶさと同一だが、はやぶさの運用を通じて明らかになった問題点を解決すべく改良が施された。 サンプル採取方式は、はやぶさと同じくタッチダウン方式だが、事前に爆発によって衝突体を突入させて直径数メートルのクレーターを作ることにより、深部の資料を採取できるようにした。採取した物質は耐熱カプセルに収納されて地球に近傍まで持ち帰り、このカプセルのみを地球の大気圏へ再突入させる設計にした。また、 着陸用小型ローバーのミネルバに及びドイツとフランスが開発した小型着陸機マスコットも搭載した小惑星探査機、はやぶさの着陸想像図つくば宇宙センターで展示されたはやぶさ2の実物大モデルイオンエンジンを噴射するはやぶさ2の想像図先代が高校途中に多数のトラブルに見舞われたため 安定航行を目的として様々な変更がなされた。早草のようなパラボラアンテナに代わり、赤月と同様の氷特平面アンテナを使用し、破損が発生した化学燃料スラスタ配管の再検討や、姿勢制御装置であるリアクションホイールの信頼性向上などの改良が行われた。イオンエンジンは、μ10 の水力を 8mn から 10mn へと向上させた。 改良系を搭載した。また、資料を取るための方法も大幅に改良された。まず新機能として、小惑星表面だけでなく、小惑星内部の砂礫の採取のための衝突装置を搭載した。SCI は、成形作薬を内蔵しており、探査機本体から切り離された後本体が、小惑星の影に隠れる約40分後に起爆し、 重さ2キログラムの純動性衝突体を爆発によって変形させつつ目標天体に衝突させクレーターを作る。このクレーター内または周辺で資料を採取することにより小惑星内部の調査が可能となる。弱さとしてこのような構造を持つ探査機は初めて。SCI 全体の質量が1 8ラム爆薬の質量は4 7キログラムある。 銅板の質量は2 5キログラムだが、発射時に一部がちぎれて、弾丸としては約2キログラムになる。衝突体の衝突時には、本体は小惑星の裏側へ退避するため、衝突の様子を撮影するために、d c a m 3と名付けた分離カメラを装備した。初代ハヤブサのように、資料採取用の筒を小惑星の表面に当て、内部で、プロジェクタイルと呼ばれる弾丸を打ち出し、 それを小惑星表面に当てることで舞い上がった砂力を採取する。プロジェクタイルの形状は、ハヤブサの弾丸型から遠水型へと変更される。頂点の角度は90度に設定されており、プロジェクタイルが 3g 以上の質量を持つ場合には、弾丸型よりも効率的な資料採取が可能となる。もし初号機と同じように弾丸が発射されなくても、 サンプルを引っ掛けて持ち上げられる仕組みも追加されたほか、サンプルから発生したガスも採取できるように改良されている。2014年11月には、NASA のオサイリスレックスが小惑星で採取したサンプルと、ハヤブサ2が採取するサンプルを相互に提供し合う、ことで合意した。ハヤブサ2には、サンプラホーンの先端を取るカメラ CAMC も、 搭載されており、これはジャクサへの寄付金で作られた。満身創痍での運用となった初代と比べ、確実に運用するための改良が行われた。例えば、初代ハヤブサにおいてイトカーに着地させることができなかったミネルバの搭載数は1機から3機に増加。ドイツ航空宇宙センターとフランス国立宇宙研究センターが共同開発した着陸ローバー。 マスコットと合わせて運用された。また初代では信頼性強化のために施した改造が裏目に出て3機中2機が運用不能となったリアクションホイールについては3機から4機へと増備され、なおかつ最後の1機はなるべく着陸島では温存するため、早草機関時の運用経験を活かし可能な限り1機のリアクションホイールと太陽高圧を利用した運用を行っている。 また、新たに、カバンドの高速通信が可能な平面アンテナを、従来の X バンドアンテナに追加したことで、全般的な高速通信速度が可能な中で、極限時の指令運用をより速やかに測ることが、できるようになった。さらに、目標小惑星であるリュグが、事前に自転周期が約7時間半で、長径は920メートルのほぼ休憩と推定され、何より、 時点軸が王道面に対して横倒しに近く、それが垂直であった糸川が12時間の時点ごとに天体全面を観察できたことと比べて極めて効率が悪いため、糸川での3ヶ月に比べて6倍に当たる1年半を費やして調査することにした。2014年12月3日から2021年1月14日までのハヤブサ2の軌跡と地球とリュウグウの軌道を 描いたアニメーションはやぶさ2リュウグウ地球太陽はやぶさが S 型小惑星であるイトカワを探査したのに続いて、はやぶさ2では C 型小惑星であるアポロ群のリュウグウを探査対象とした。リュウグウは、はやぶさ2の探査計確率暗示に光転軌道が判明していた約46万個の小惑星の中で、そのスペクトル型が判明していた約3000個の 小惑星の中から、はやぶさクラスの推進力で、探査可能で、スペクトルが C 型であり、タッチダウン運用の可能な時点速度が6時間以上という条件を有する対象として、ほぼ唯一の候補に挙げられたためである。なお、2014年はリュウグウへ到達するために、極めて望ましい打ち上げウィンドウであった。次回のリュウグウへの打ち上げウィンドウは10年後まで訪れない。 はやぶさ2計画には新たな生命の起源についての新たな知見をもたらす可能性がある。アミノ酸は探査機スターダストで以前にも水の王から採取されているが、はやぶさ2が目指すリュウグウは C 型小惑星と呼ばれる炭素を多く含む炭素質コンドライト隕石と似た物質でできていると考えられる小惑星で一部の炭素質コンドライトと同様に 有機物を含有する可能性がある。地球近傍に存在する小惑星が有機物を含むことが実証されれば、これらが隕石として地球に落ち生命の起源に寄与したという仮説が成立することとなる。MUSESC の打ち上げ以前から昇天体探査フォーラムなどで後継ミッションについて非公式に検討が続けられており、当時はポスト MUSESC はやぶさ打ち上げ後は、ポストはやぶさと呼ばれていた。はやぶさ打ち上げ翌年の2004年には、小天体探査、ワーキンググループが発足して、より詳細な検討が行われた。この当時は1機、または2機の探査機を、スペクトル基地の複数の小惑星に送り込む、マルチランデブーサンプルリターンや、ファミリーミッションと呼ばれる、大掛かりの案もあった。そして、はやぶさが、 地球近傍小惑星イトカワの精密な科学観測を行い目覚ましい成果を上げたことを受けて JAXA 宇宙科学研究本部内で本格的に次期小惑星探査計画が持ち上がった。2005年の第5回宇宙科学シンポジウムの時点では次期小惑星サンプルリターンの構想として3つの候補が考えられていた。そのうちの1つは2012年に C 型小惑星である 1998KY26 に向けて打ち上げ、2017年の地球機関時のスイングバイでさらに2003イン107へ向かい、2019年に2個目のカプセルが地球機関という計画案だった。しかし2006年初、リュにグーと命名される1999サ3が探査目標に選定された。は当時、 様々な故障を抱えていて地球へ帰還できる可能性は決して高くない状態にあり、アメリカ航空宇宙局が検討を開始したオサイリスミッションなど他国の追い上げも厳しい中、小惑星探査の分野での世界トップを維持できなくなるという危機感から、ハヤブサ関係者からは後継機の早期の打ち上げが絶望されていた。そこで、ハヤブサの再挑戦ミッションとして、 はブサさ2の計画が立てられ、それまで検討されてきたポストハヤブサは、ハヤブサマーク2と解消して区別することとなった。2007年に計画はつき、惑星探査推進グループに引き継がれ、2010年から2012年の打ち上げを目標に検討が進められたものの、弱、JA、さ全体でプロジェクトを積極的に推進するとの意思統一はなされず、計画は父として進まなかった。 2007年度の予算折衝では、早草通計画側は5億円を要求し、財務省や文科省も数億円程度の予算をつけることを提案したが、JAXA はこれをしりぞけ予算は5000万円に止まった。これは、情報収集衛星計画や ISS の希望の打ち上げ、運用、物資補給などの負担も従来の予算内で行っており、 予算の都合から太陽系探査は後回しにされている現状を示している。はやぶさ2に関する開発費は国民世論の大きな盛り上がりもあり WG を作って数年かけて提案していくという通常の手順とは異なる方法で提案をしていくこととなった。その後、宇宙開発委員会による一連の審査により JAXA が早急に行うべきミッションとの判定を得て 2007年6月には、プリプロジェクトとなった。しかし、既存の計画の間に後から入ることとなったため、予算上の制約は大きく、その後の進捗は思うようには進まなかった。JAXA は2007年10月の理事長記者会見で、予算不足のため国産ロケットでの打ち上げは断念し、探査機のみを日本で製作し、打ち上げは他国の協力を仰いで、 海外で行うという考えを示した。しかし、無償でロケットを提供してくれる協力相手を見つけるのは簡単なことではなく、プロジェクトの存続は困難であると見られていた。この頃から一般のファンから関連機関に対して、早草ぶさ機の実現を希望する当初が多数寄せられるようになった。JAXA には約80通、文部科学省宇宙開発委員会には、 約30通のメールが届いた。この数は宇宙開発関連の当初としては異例の多さだったという。2008年1月にはイタリア宇宙機関長官からジャクサ理事長宛てに共同で計画を進めたいという胸の所感が届いたことが明らかになった。探査機を日本が打ち上げ用のロケットをイタリアが提供する形での協議を考えていたという。 イタリアとの共同計画では、イタリア側が開発中のベガロケットを無償で提供する代わりに、イタリア側の計測機器が日本の用意する探査機に搭載されることとなっていた。もともと、欧州とは、はやぶさマーク2で共同探査が検討されていたことから、これと計画が統合されて、はやぶさ2自体がマルコポーロとなる可能性もあった。しかしながら、 マルコ・ポーロは2009年のエサのコズミックビジョンにおける第二次審査で採択されなかった。その後、ベガロケットの調達が困難となり、打ち上げ時期も2014年以降にずれ込む見通しとなった。このため予算を次の5か年計画から捻出せねばならなくなり、ロケットの予算を他国に頼るという方向性も再検討されることになった。 ただし惑星探査の予算が圧迫されている状況に変わりはなかった。2009年7月の JAXA 相模原の一般公開においては、500kg クラスのハヤブサ2に加え、300kg クラスの衝突機を同時に打ち上げる2機構成案が示された。この案では、プラネット C イカロスと同様の HEA の打ち上げ能力が想定されている。 このような探査機自体を小惑星に衝突させて人工クレーターを作る、あるいは軌道を変える試みは、後になってエサ、ナサによる別の探査計画、間で採用されている。2010年には工術のように衝突対応に、キログラム程度に小型化した新しい計画が示され、ハヤブサ2では最終的にこちらが採用される形となった。2010年度においては、 自民党政権下の概算要求で月面着陸探査に向けた研究等として15億円が要求されたものの民主党への政権交代後再度概算要求の出し直しを求められ5000万円に減額された。なお、小惑星探査は J スペックに移管しているため文部科学省の概算要求では月探査の項目に含まれる。さらに事業仕分け第一弾で 衛生関連事業の1割縮減を受けて3000万円にまで減額され、非常に苦しいものとなった。大気検査突入後の早サしかし、2010年6月13日に早サが帰還し、翌14日にはカプセル回収にも成功すると、菅直人内閣の閣僚からは、医療として絶賛する発言が、相次ぎ、2011年度の予算では、 増額を検討する意向も示されたこれらの発言に、対し、読売新聞は、現金過ぎと民主党政権を、批判的に報じた。一方、科学ジャーナリストの松浦晋也は、はやぶさ後継機に予算がつかないのは、政権の問題ではなく、2007年度の予算折衝で、はやぶさ2計画側が要求した予算をジャックさが、退けた事実を踏まえ、 ジャクサの組織内部の問題のため開発が順調に進んでいないことが原因と思われると指摘している。また、宇宙開発の有識者会議でも人気で計画を決めるのはおかしいとする指摘が出た。はやぶさが地球に帰還した翌日にはオンライン署名サイト、署名 TV にて、はやぶさ2の予算増額を求める単眼署名が開始され、 最初の1週間の時点で1万5000通を超える署名が集まった。8月に開催された宇宙開発委員会において開発研究フェーズへの移行が承認され予備設計が始まった。8月26日、文部科学省は総事業費140億円のうち2011年度の予算概算要求に30億円の開発費を盛り込む意向を示した。 2011年5月に JAXA は正式に2014年の打ち上げに向けたプロジェクト化を発表した。2012年1月25日に宇宙開発委員会において、はやぶさ2の開発段階への移行が承認され、正式にはやぶさ2の開発がスタートした。2012年4月から JAXA の事業への寄付金が受け付けられ、2013年2月末までに、 総額約3663万円が集まり、このうち約1922万円をハヤブサツ2に使うことが決定した。この寄付金により、ハヤブサツ2本体のテ部ブに岩石採取確認用のカメラが1台追加装備されることになった。2014年8月31日に JAXA は相模原市でハヤブサツ2の機体を報道陣に公開した。エイジ いいやロケット26号機による小惑星探査機、はやぶさ2の打ち上げメディアを再生する、はやぶさ2ミッションとマスコット小惑星着陸機、日時は何も表記がない場合、日本標準時、また時刻は24時制で表記する。SCI 展開のアニメーションと、 生成されたクレーターからのサンプリング地球へ向けてカプセルを分離するハヤブサ2の創造図2020年12月6日に回収カプセルはウーメラで回収された後、まず現地の施設でガスの回収が行われてから日本に移送された。空輸には同じハヤブサの意味を持つ航空機脱走ファルコン 7X が使われた。JAXA 相模原キャンパスへは 日本時間の12月8日に到着している。到着後の会見で、回収カプセルは、リュウグウの玉出箱と名付けられたことが発表された。12月15日に、JAXA はオンライン会見を開催し、1回目のタッチダウンに、使われたカプセル内の栄室に予想以上の砂流が採取されていたことを伝え、リュウグウからのサンプルリターンに成功したことが正式に発表された。また、 ジャクサで分析したガス成分が現地で分析したガスと同等の結果を示し地球の大気成分と異なっていることから機体の採取に成功したことが発表された。地球帰還後は2031年7月に小惑星 1998KY26 を接近探査する拡張ミッションを実施する予定である。これは前日のように はやぶさ後継機の探査目標の候補だった天体の一つである。ミッション終了後のはやぶさ2を活用すれば、新たなミッションを立ち上げるよりも低コストで、科学的、工学的な成果が見込めることから、電力事情や観測機器の能力に合わせて、地球近傍小惑星を対象とした拡張ミッションが検討されていた。拡張ミッションでは、以下の三点が目標として設定された。 太陽系長期航行技術の進展高速時点天体探査の実現プラネタリーディフェンスに資する科学と技術の獲得2020年7月21日に開催された宇宙開発利用部会で小惑星 2001AV43 または 1998KY26 の接近探査を検討していることが報告された。いずれも高速時点するタイプの小惑星である。 二つのシナリオを比較した際、エビアシナリオは、設計前提の対応距離範囲を逸脱する期間が長く、また近世スイングバイに失敗した際に、目標天体への軌道計画が成立しない、危険性が高いなど、ミッションの実現性がより低いと評価され、2020年9月によりリスクの低いエアエアシナリオが選定された。 拡張ミッションの目標天体である 1998KY26 は直径30メートル前後の非常に小さな小惑星である。2013年にウラル地方に落下したチェリアビンスク隕石は直径17メートル程度の大きさであったと目されており、このサイズの小惑星が地球と衝突した際には地域的に大きな被害をもたらすと考えられている。 このような微小小惑星を近傍観測することで地球史の解明やプラネタリーディフェンスに有益な情報が得られるのではないかと期待されている。目標天体の 1998KY26 に到達するまでの間にも様々な科学観測が計画されている。巡航期間となる2026年7月までの間は 王道光観測と太陽系外惑星観測が実施される予定。王道光の観測では、光学広報カメラ ONCT による観測を定期的に実施して星などの天体が映っていない宇宙空間の明るさを測定することで、王道光の原因となる惑星間ごみの地球近傍での分布を明らかにする。また、太陽系外惑星は、 同じく光学広報カメラ ONC を用いた長時間の観測で光量の時間変化を調べることによるトランジット法での検出を目指す。2026年7月の 2001CC21 フライバイではまだ研究の進んでいないスペクトル型である L 型小惑星を近接探素することで炭素質隕石に見られる白色法有物との類似性を判定する。 2019年12月19日の記者説明会では7つの世界初が示された。このほか、サンプルリターンの成功を受け、さらにいくつかの世界初が示される見通し。ハヤブサ2のインパクターが作り出したクレーターの詳細について、2020年3月20日にサイエンス電子版で発表された。大きな岩の近くに着弾したためクレーターは半円形となり、 大きさは予想の7倍ほどの直径14メートル以上、深さは約2メートルに達した。予想よりも大きなクレーターが形成された理由について、リュウグーは密度の低いラブルパイルである点が挙げられている。なお、簡単に大きなクレーターが形成されやすいのに、リュウグウの表面には大きなクレーターが比較的少ないため、リュウグウの表面は 比較的新しいのだろうと推定された。ハヤブサ2には新たにカバンドアンテナが追加され、高速のデータ通信ができるようになった。しかし、ウスタ空空間観測者の64メートル地上局はカバンドのような高い周波数に対応できず、使用できない。このため、NASA のディープスペースネットワークやエサの地上局の支援を受けなければならない。 薄田64メートル局の光景はカバンド対応として設計されているがカバンドは X バンドに比べて取り扱いが難しく様々な条件を克服しなくてはならないその一つにカバンドの信号を弱らせる日本の湿潤な気候がある日本国内で環境が良い場所を選んでも年間を通じてみると海外機関の地上局の立地に比べるとあまり優れていない はやぶさ2が、期間運用中はまだ、薄田の後継の長野県三笹局は建設中だったが、2020年4月8日午前3時15分頃に、課体の電波受信に成功した。JAXA では、打ち上げに相乗りする小型複ペイロードを公募し、審査の結果下記の3機が選定された。ありがとうございます。